皆さんこんにちは。今日は海外の巨大ランキングサイトランカーで10万人以上の映画ファンが投票した史上最も美しい女優ランキングを紹介します。このランキングは映画が誕生して以来誰が一番美しかったのかという質問に対しての投票となります。それでは第10位から発表しましょう。第10位、サルマ・ハエック。サルマ・ハエックはアメリカで活躍するメキシコ出身の女優で、ロバート・ロドリゲス監督のデスペラードのヒロインカロリーナ役に抜擢され、一躍名前が知られるようになりました。その後もロバート・ロドリゲス作品の常連として作品に出演を続け、ハリウッドで地位を確立しました。スターになった彼女は多くのメディアによってハリウッドで最も強力で影響力のあるラテン系女優の一人、また世界で最も美しい女性の一人として挙げられています。第9位、ジーン・ティアニー。ジーン・ティアニーは1940年代から60年代に映画、舞台で活躍した女優で、その美しさが高く評価され地位を確立しました。彼女は映画ローラ殺人事件で最もよく知られ、1945年の哀愁の湖の演技でアカデミー主演女優賞にノミネートされました。彼女は恵まれた育ち、驚くべき美しさ、そして名声にもかかわらず、人生の舞台裏では全てがうまくいきませんでした。精神を病み、自殺未遂を起こし、施設への入退院を繰り返したという悲劇の人でもありました。彼女は40代前半という若さで映画界を去りましたが、その美しさは今も伝説として語り継がれています。第8位、ミシェル・ファイファー。ミシェル・ファイファーは1980年代から90年代にかけてハリウッドで最も有名なスターの一人となり、またこの時代で最も傑出したセックスシンボルの一人となったアメリカの女優です。スカーフェイスのエルビラ・ハンコック役でブレイクすると、その後もイーストウィックの魔女たち、テキーラ・サンライズ、愛されちゃってマフィアでさらなる成功を収め、88年危険な関係、89年恋の行方、ファビュラス・ベーカー・ボーイズが高く評価され、ハリウッドで地位を確立しました。40年以上にわたってスクリーンで活躍する彼女は、数多くの権威ある賞を受賞しました。第7位、ケイト・ベッキンセイル。ケイト・ベッキンセイルはイギリスの女優で、オックスフォード大学在学中に映画、空騒ぎでデビューを果たし、1990年代後半にアメリカで映画の仕事を始めました。2001年公開のパールハーバーでトップスターの仲間入りを果たすと、以降バンヘルシング、アビエーター、アンダーワールドシリーズなどのヒット作に出演しています。彼女は美しさだけではなく非常に高い知能を持つことでも知られていて、自身の IQ が152であることをインタビューで明かしたことがあります。しかし彼女は頭がいいことを全く重要視しておらず、私にとって IQ が高いのはいいことではなかった、仕事にも全く役に立たなかった、むしろ実際のところハンディキャップだったかもしれないと意外な見解を語ったことがあります。第6位、エリザベス・ハーレー。エリザベス・ハーレーはイギリス出身のモデルであり女優で、映画オースティン・パワーズとブレンダン・フレーザーと共演した。2000年の映画悪いことしましょの悪魔役で最もよく知られています。1987年から2000年までヒュー・グラントと交際していたことは有名で、1994年のヒュー・グラントの映画フォー・ウェディングのプレミアに出席した際に、彼女は今や有名になった黒いベルサーチのドレスを着て世界的な名声を博しました。エリザベス・ハーレー・ビーチという水着の会社を立ち上げた彼女は50代になってからもビキニ姿を披露し称賛されています。第5位、ジャクリーン・ビセット。ジャクリーン・ビセットはハリウッドで50年以上活躍する大ベテランの女優です。1977年に大ヒットした映画ザ・ディープのオープニングシーンで、彼女のビキニボトムとシースルーの濡れた T シャツ姿を見た男たちは熱狂し、この映画でジャクリーン・ビセットはハリウッドのセックスシンボルとなりました。この映画のプロデューサーのピーター・グーバーは、あの T シャツのおかげで私は大金持ちになったといったことが伝説として語られています。フランク・シナトラ、スティーブ・マックイーンなど伝説の俳優たちと共演した彼女は、78歳になった今も映画に出演しています。はい、それでは
第4位を発表する前に、惜しくもベスト10入りを逃した第20位から11位までを発表しましょう。第20位、イングリッド・バーグマン、カサブランカ、ガストー、オリエント急行殺人事件など数々の傑作で知られるスウェーデン出身の名女優。美貌と卓越した演技力でハリウッドの黄金期に活躍し、アカデミー賞に7度ノミネートされ3度の受賞を果たしました。第19位、キム・ベーシンガー、美人コンテスト出場がきっかけでモデルになり、その後演技の世界へ進出し、1983年のネバーセイ・ネバーアゲインで世界的人気女優になりました。85年、ナインハーフで見せたエロティックなシーンは当時大きな話題になりました。第18位、エヴァ・ハーベルマン。エヴァ・ハーベルマンは数多くの映画やテレビシリーズに出演しているドイツの女優です。彼女はテレビのカルト SF ファンタジードラマレックスでゼブ・ベルリンガーの役を演じたことで最もよく知られています。レックスは人型種族と昆虫型種族との戦いを描きながらエロティックな描写が人気となり、熱烈なファンがいるドラマです。第17位、ローレン・バコール。ローレン・バコールはハリウッド黄金時代においてマリリン・モンローやリタ・ヘイワースらと並ぶ偉大な女優の一人で、ザ・ルックと呼ばれる上目遣いで相手をじっと見据える強く印象的な眼差しとハスキーな低音ボイスがトレードマークでした。16位、ジェニファー・ローレンス。ジェニファー・ローレンスは17歳の時にメリル・ストリープの再来と評され注目を浴びた後、アカデミー賞に史上最年少で4部門ノミネートされ、世界中に名を馳せ、そして22歳でアカデミー賞主演女優賞を獲得するという華やかな功績の持ち主です。15位、ヘディ・ラマー。ヘディ・ラマーはチェコの映画春の調べで全裸でオーガズムに達するシーンを演じたことで注目を集めた女優です。当時女性の性を描いた作品はほとんどなく、この映画はアメリカでは上映禁止になりました。そして女優としてだけではなく発明家としても功績を残していることも有名で、現在の Wi-Fi や Bluetooth の技術にも取り込まれている周波数に関する技術を開発し、全米発明家殿堂入りも果たしている異色の女優です。14位、シャロン・ストーン。シャロン・ストーンは1990年のトータル・リコールでアーノルド・シュワルツェネッガーの相手役で注目され、1992年の氷の微笑でセクシーでミステリアスな小説家を演じ、一躍世界的なセックスシンボルに躍り出た女優です。取調室で足を組み替えるシーンは数多くのパロディを生み出しました。13位、リンダ・カーター。リンダ・カーターはテレビドラマワンダーウーマンシリーズで主役のダイアナ・プリンス、ワンダーウーマンを演じた女優です。2020年の映画ワンダーウーマン1984に出演し、現在のワンダーウーマンを演じるガルガドットをサポートしたことでも知られています。第12位、ナタリー・グッド。ナタリー・グッドは34丁目の奇跡で人気スターとなり、ジェームズ・ディーンと共演した理由なき犯行でアカデミー助演女優賞にノミネートされた女優です。43歳の時、夫やクリストファー・ウォーケンらとヨットに乗っていたところ行方不明になり、翌日死体で発見されるという不審死を遂げたことでも有名な女優です。11位、ソフィア・ローレン。ソフィア・ローレンはイタリアの女優で、イタリアのみならずヨーロッパを代表する映画女優となり、1960年代に多くの映画賞を獲得しました。日本の映画ファンにも人気が高く、彼女が出演したホンダのロードパルの CM で彼女が発したキャッチフレーズのラッタッタは流行語になり、多くの人がスクーターのことをラッタッタと呼ぶようになりました。はい、お待たせしました。それでは改めて10位の発表に参りましょう。第4位、スカーレット・ヨハンソン。スカーレット・ヨハンソンは世界で最も稼ぐ女優の一人で、才能にあふれ様々な賞を受賞していることで知られています。スカーレット・ヨハンソンといえばマーベル映画アイアンマン2のブラック・ウィドウ役が最も有名で、彼女は何度もこの役を演じています。スカーレット・ヨハンソンはこの役を演じるまでジムでトレーニングをしたことがなく、器具などの使い方も全くわからない状態でしたが、ライフスタイルを変え役になりきるために肉体改造を成功させ、見事にブラック・ウィドウを演じました。
彼女は子供の頃から女優になることを夢見て演技の勉強に励みました。スクリーンデビューを果たしたのはわずか9歳の頃でした。そして14歳の時に出演したロバート・レッドフォードが監督するモンタナの風に抱かれてで国際的な評価を得ましたが、彼女はこの時演技とは感情を操作する能力であることに気づいたといいます。信じられないほどの感受性と才能だと映画関係者から絶賛され、その後多くの作品で人々に感動を与え世界で最も稼ぐ女優へと成長していきます。第3位、エヴァ・ガードナー。エヴァ・ガードナーは1940年代から50年代に活躍した女優で、神がこれまでに創造した中で最も美しい生き物と呼ばれました。貧しいタバコ農家の娘だったガードナーは、恋南部なまりと女優としての経験が全くなかったにもかかわらず、17歳の彼女はその比類のない美しさだけを買われて映画スタジオの MGM と契約しました。 MGM のスタジオ責任者ルイス・B・メイヤーは、彼女は演技ができない、喋れない、それでも彼女は素晴らしい、彼女と契約しろと言ったことが伝説として語られています。やがて彼女は映画の女王となり、世界で最も美しい女性の一人として歓迎され、3人の夫や多くの恋人たちから貴重な贈り物が殺到し、称賛する群衆が押し寄せました。映画ファンは彼女の美しさに対してこう言いました。彼女の顔は個性的でどこまでも美しかった。それに匹敵する人は今までも、そしてこれからも現れないだろう。第2位、オデット・ワナブル。オデット・ワナブルはアメリカの女優で、4歳で演技の仕事を始め、1990年の映画キンダガートン・コップで映画デビュー以来、さまざまな映画やテレビドラマに出演しました。2007年のテレビドラマオクトーバーロードでアメリカで認知されるようになり、それ以外にもクローバーフィールドのヒロイン役やスーパーヒロインの活躍を描く人気ドラマシリーズスーパーガールでレイン役を演じたことで知られています。日本ではラックスの CM に出演して好感度を上げました。夫は2010年に結婚した俳優のデーブ・ワナブルで、2人の間には娘が2人います。オデット・ワナブルは2人の娘の世話をしながら女優の仕事をこなしています。そして堂々の第1位は、第1位、グレース・ケリー。グレース・ケリーは気品あふれる美貌で、1950年代にマリリン・モンローと人気を二分した女優でした。1952年の映画真昼の決闘での公演をきっかけに、ハリウッドを代表する女優として名声を高め、喝采でアカデミー賞を受賞したほか、アルフレッド・ヒッチコック監督の「裏窓」「ダイヤル M を回せ」「泥棒なりきん」などに出演しましたが、人気絶頂のさなか、モナコの国王と結婚するために26歳で女優を引退しました。日本文化を愛好し、特に華道をはじめ植物に関するものが大好きで、1981年神戸ポートアイランド博覧会に寄せて来日した彼女は、日本の花と文化に触れることを楽しみにしていました。美しい日本を訪れてから、私の目は以前と同じではありませんと語った彼女は、モナコに日本庭園を造営することを希望していましたが、1982年母国で車を運転中脳梗塞を起こし、52歳の若さで亡くなったのでした。死後、国王のレーニエ3世の指示によってモナコに本格的な日本庭園が作られたのでした。はい、ということでございまして、史上最も美しい女優のランキングでした。なんでこの人があの人より上なのと思ってしまう順位の人もいましたが、投票した人の国籍や年齢、思い出補正なども手伝って、意外な人に票が集まったのかもしれませんね。それでは最後に、動画で紹介できなかった50位から21位の女優さんをダイジェストで見ながらお別れしましょう。それではまた。